今回はオーディオインターフェースのアポロ X を使ってこいつですね、トラック制作から簡単な録音と UAD プラグインを使ったビートメイクまでやってみたいと思います。なんか音が超いいっぽいんで、そうですね、ちょっと楽しみですね。はい、今回のこれ詳しい内容ってどんな感じなんですか。今回使うのは、あのユニバーサルオーディオのアポロ X6 ですね、新しいインターフェースで、で Mac と Windows のどっちも対応してて、でサンダーボルト3で接続できますね。6つのヘキサコア DSP チップを搭載してて、その DSP で動く標準のプラグインバンドルも最初から購入時についてくるので、あとユニゾン機能、あの影撮りの時に使うユニゾン機能の対応してるマイクピルも2機ついてるので、はい、超便利系のゾッツさんみたいな仮歌とか撮る時とかでもいいっすね。すごい便利なインターフェースだと思います。なるほどなるほど、はい、じゃあとりあえずやってみますか。そうですね、サクッとやっちゃいましょう。はい、とりあえずビート組んでいくとこから始めようかなと思います。とりあえずスネアとかハイハットとかから細かいの入れて、流星くんにサンプル弾いてもらってそれをぶっ込んでみたいな流れでやろうと思います。なんかとりあえず下地はできたんで、ちょっとサンプルとか入れてもらって、ギターですね、ギターでサンプル入れてもらって、それ俺がもらったやついじるんで、ちょっと入れてもらっていいですか。あ、じゃあ俺がなんか弾けばいいですかね。いい、少しお願いします。 OK です。2パターン、3パターンぐらいですかね。そうですね、いい感じの弾いてもらって、じゃあこのコンソールの、そうですね、ユニゾン機能使ってなんか OK です。なんかちょっとプリセットから OK です、選んでみましょうか。クリーンな方がいいですか、ね、うん、そうですね、うんうん、ちょっと探りながら OK です。お願いします。いい感じのループ弾いてくれたら、あ、超良さそうですね。まあ、なんか、うん、なんかそんなワイブスでいいっすよ。この後もループ行きましょう。じゃあこいつを書き出しちゃえば、うん、これ2トラック一本一本欲しいかな。あ、OK、一本ずつ。いいっすね、これ今とりあえずサンプル、はい、取り込んで、はい、超いい感じですね。めっちゃいじくってもらっちゃって OK です。音めちゃめちゃクリアじゃないですか。そうですね、超やりやすい。いいっす。じゃあ次ちょっとベースライン入れていきます。八百屋めちゃめちゃ出るっすね。ローのなり超いいっすね、めちゃめちゃ太い。あとまあちょっと足んないから、上音シンセリード入れて完成かなって感じっすね。大丈夫そうっすかね。いいですね。OK です。じゃあこれをじゃあパラで、パラで出して、じゃあちょっとパラ取り込んでみたんで、ういっす、軽く調整してみますね。お願いします。じゃあ一回ベースに何か OK です、八百屋にかけてみましょうか。 OK です。とりあえずぶっとくしてもらえればいいかなと思うす。じゃあちょっとエンハンサーをかけてみて、これ何なんすか。これ音がくっきりするんですよね、輪郭がくっきりするドライバーですね、はいはいはい。ちょっとここに八百屋のキックとかプリセットも入ってるんで、おお、
試しに最初から入ってるんですね、プリセットで。ナイスですね。ちょっとここら辺試してみますか。 OK です。いいですね。うんうん、ちょっと一回他のも試してみますね。うん、まあ、ちょっと歪んでるぐらいが全体で聴いたときにくっきり出るかもしれないですね、うん、はい、こんな感じですかね。OK です。でちょっとキックも負けないように何かかけてみましょうか。一回 LA コンプかけて。うんうんうん、コンプっすね。お、超いい感じですね。ちょっとリダクション、少しだけリダクションですね。じゃあまず、ギターの方から。ギターもうちょっとハイ出てた方がいいですかね、うんうんうん、ちょっととりあえずこれで役割的には、あ、EQ ですね、うんうんうん、ちょっと10キロヘルツぐらい上げて、うんうんうん、ちょっとキラキラした感じに、うんうん、いいっすね。ミッドちょっと削りますね。じゃあ、あとリードの方にも、うん、お願いします。じゃあちょっと SSLチャンネル来ました。系みたいなことないですか。エコー系、うん、ギャラクシーテープエコー、うんうん、いいんじゃないですかね。ちょっとドラムにまとまり欲しいんで、うん、ドラムに何かかけてみますね。 OK です。じゃあバーティゴサウンドのコンプレッサーをかけてみますね。これでじゃあミックスバスのタイトを選んでちょっとかけてみます、うんうんうん、ちょっとリダクションするぐらいで、うん、違うやつ何か使ってみてもいいんじゃないですか。そしたら
76とか、うん、ちょっとケツの方が小さいね、うん、コンプで、アタックとかリリースが見えやすいですね、うんうん、めちゃめちゃ見えやすいです、ね、いいですね。じゃあちょっと全体にもマスターで何かコンプレッサーかけてみますか、うん、じゃあちょっとミッドにもうちょっと強さが欲しいんで、うんうん、シャドウヒルズのマスタリングコンプちょっと一回かけてみます、ね、うんうん、じゃあここにマスタリングのプリセットあるんで、うんうん、このラウド PJ も選んでみますね。くっきり前に出た感じありますね、うんうんうん、じゃあオックスフォードリミッターを使ってちょっと最後音圧を上げ仕上げですね、はい、いいじゃないですか。いいですね、うん、本当アタックが綺麗に、うんうん、やっぱいつも使ってるあの、うんうん、アポロ8とかに比べても解像度がはっきりしてるような印象があります、ね、うんうんうん、クリアですよね、はい、じゃあこの状態で一回聞いてみますか、うん、いい感じじゃないですかね。いい感じですね、うん、完成ですね。こんな感じでいきましょうか。まず808のベースプレジオンエンハンサーを使いました。もともとの音がしっかりしてたんですけど、もうちょっと輪郭をくっきりさせたいなと思って、あとキックには、LA3A コップをかけて、まあ、そんな角にはリダクションしてないんですけど、ちょっとあの丸みが欲しいなと思ってこのプラグインをかけました。あとギターはゾットさんの方である程度調整はしてもらったんですけど、もうちょっとハイが欲しいなっていうことで、まあ、API を使って少しハイを上げて処理しましたね。あとドラムにちょっと一体感と、あとまとまりが欲しいなと思ったんで VCA コンプレッサーを、でこれはプリセットでこのミックスバスタイトを選んでタイトめな感じにしたいなと思って選びました。あと全体にはいつも使ってるんですけどシャドウヒルズのマスタリングコンプをかけて、で全体的にもうちょっとグッと前に出てくる感じが欲しかったので、これを選んでかけました。やっぱり解像度がすごい高くなったような印象があって、なんでその音のアタックとかリリースもすごい見えやすいような気がして、なんであの音の定位も分かりやすい感じがしましたね。音めちゃくちゃ良かったですね。音がいい分やっぱりテンションに関わってくれるみたいな、テンションかなり上げ目で作れるなっていう、低域のでもすごい良かったですね、バッチリだと思います、はい、あと中域もあのちゃんと張りがあって
そのぼやけないでちゃんとドンと前に出てる感じがしてすごい良かったですね。まマイクプリのユニゾン機能を使って、そのいろんな種類のマイクプリアンプとか、まあ、コンプレッサーとかをかけることができるの でそれをコンソールにプリセットとして保存しておくこともできるので、そのいろんなアーティストに合わせてすぐに呼び出して使用することができるっていうのがすごいメリットだと思いますね。声質にラッパーの声質に合わせたやり方ができるっていうか、はい、あと今回ヘキサコアでかなり DSP が強化されてるんで、かなりの数のプラグインがかけられるっていうのと、モニターコントローラーがなくてもそのオルタネットボタンの切り替えで簡単にモニター出力切り替えたりとか、まあ、トークバックももう内蔵されてるんで、なんで初めて導入する方にすごいおすすめですね。